今日もね、ニルログ。今日ランク15になることも目標にあります。まあ、15ないしは18になった段階で今日は終了します。デッキは、今日は変える予定ありません。そのままいきます。頼む。一戦目はぜひ勝たせてください。よろしくお願いします。バリア VS マグニアズモダンのために。Fucking good. This is actually fucking good. OK、 いける。あなたがご主人様？もっと大物を連れてこい。斧？斧だよね、多分その構えは。斧っぽい構えだね。この手は、いや違うか。さあ、相手はクッとクッとしてるね。この手なら手で行くか。決めなきゃ。復讐。いけそうやな。グランドトーナメントへようこそ、チャンピオン。
さあ、あとドローしていくだけだ。あとはひたすらドローしよう。来ねえかな、来てほしいな。18分の7、約2分の1か。うん、まあ2分の1じゃ言い過ぎか。あの呼び声が聞こえるか。よく耳を澄ませ。待って、相手なんでこんなやっぱカードあんの？俺の方がカード燃えてんだけど。俺の方がカード燃えてる件について。そうか、ドローのしすぎなんか。まあ相手が確かにドローする暇なかったんだよな。あ、ドローした。よし。オッケー。苦天は我が盾なり。しくじったな。逃げるがよい。泣き叫ぶがよい。この手なら早く決めなきゃ。ターゲットを確認。ターゲットを確認。運が多すぎるわい。あなたがご主人。お守りください。
カードが尽きたか。手札が多すぎるわい。行くわよ。貴様の魔法は役に立たんぞ。カードがなくなるわ。冴えてるぜ。いやー、リーサル計算できたわ。気をつけて。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ねえ、俺さっきさ、すげえいい試合さ、クトゥーンウォリアーにしたんだけどさ、配信がついてなかったんだけど、スイッチのせいで。俺さっきすげえいい試合したんだけど、ちょっと、これ後で言う、これさ、後で見といて、後でこれ別にあげるからさ、マジで今いい試合して勝ったんだけど、もう残念でならねえわ。あー、これがなんだろう。うわ、コンボパーツが来すぎてるな。やる気が感じられるね。でもトログ最強が出てくるとちょっと嫌なんだけど。俺すげえいい試合したのに、クトゥーンミルはね、ちょっと一回試したけど、今はやめた。多分勝率が多分そんなに良くない。今日。ですよね。ですよね。これ昨日と全くデッキ変わってない。全く同じやつでやってる。でもこんなアグロでしょ、絶対。パー100のアグロじゃん、こんな。もうパー100のアグロと、ほんとやりたくねえな、はあ。こんばんは。いやー、俺さっきのめっちゃいい試合だったのにな。ほんとに見てほしかったわ、さっきのやつ。もう行くだろ。もう行かない理由がないね。こいつをもしスルーしてくれるんだったら何か起こるかもしんねえ。こいつをスルーするならまあしないよね。お、これはスルーするな。早っ、ニル対策早すぎ。ワロタ、
あとは燃やし尽くしは俺の勝ちだ。悲しい家庭法だな。燃やし尽くせば俺の勝ち。魚持ってきた。あ、俺今回でもその代わり回復抜いちゃったんだよな。回復は結構少なめなんだわ。冒険に名乗りを上げる者は？ターゲット確認。カエル戻す用の2マナのパンダ？なんであれがカエル戻す用なんだろう。俺そのごめんロジックが分かんない。ちょうどミルと戦ってます。いいね。やっぱどこにもいるんだな最近な。やっぱミルがやっぱ今のメタなんだな。魚持ってきた。ターゲット確認。無言だとも。何が足りないよ。変えるわ。ああ、なんか酒なんとかのうんたらかんたらか。変える7枚あるんだよね。取っといた方が良さそうだな。光が守ってくれます。やばい、カードが足りねえな。てかカエル来てくれ。いざという時にヒールも気兼ねなく手札に持つで便利かな。まあ一応それでボードも取れるからな。ここで相手にカードが渡ることが、でもこうやって勝つしかねえんだからな。行くか。AOE ありそうだな。それもよし。どうなんだろうな、あのカードな。なんか俺はあんまりこうピンときてねえな。でもな、なんでだろう。戻せる可能性低いって思ってんのかな。うわ、こいつついてるね。
3333333。よし、トログ最強。手札が多すぎる。使っちゃったんだよね、ブラザー。ブラザーが打点出ないの知ってるんだな。2、3にはな、ボードも取れるし、なんでだろう。何が違うんだろうな。なんか今日落ち着いてますね。そうだね。そういう時の方が俺勝っちゃうんだけど、面白くねえよな、多分な。バリーラー VS レクサー。すげえ今日集中してたな、今。狩りの時間だ。らしくねえ。背中に気をつけて。らしくねえわ。だからやっぱ疲れてくる。疲れてるとさ、言葉が出ない。口がね、そのうちね、脳みそも止まると思う。言葉が出ない、全然。決してね、YouTube の方で、決して YouTube の、ちょ、見てくれよ、このコメント。俺 YouTube でさ、すごい辛辣なコメント、辛辣なコメントがさ、あってさ、まあ俺そのせいで凹んでるのかな。だって、俺そんなにね、心が弱い方じゃないから、そのせいじゃないというふうに信じてるけど、なんかね、
なんかパンチを食らった。ちょっとああこれどうすっかな。これ勝てなさそうだね。もう今俺この段階で言えるのは勝てなさそう。どの手でいい。で次のターンどうせエレクかカエル出てくるんでしょ。でエレクかカエル勝利しなきゃいけないからこれ取っとかなきゃいけないじゃん。あのせいなのかな。なんだろう、すげえ俺なんだろう、個人的なあの批判うん、まあ一応エレク対策でね、ちゃんとこういう動きはさできてるんだわ。ちゃんとね相手が次何してくるかっていうのはちゃんと考えられてるんだけど、でもそういうことじゃないね、これは。変える。ああ、いや、まあ。どんな秘密が待っとるかい。熱くなってきたぞ。冒険に名乗りを上げる者は？カエル違いだね。おう。読めてる。さっきのターンな、こいつがトレード仕掛けてこなければな。どの手で行くか。サップ使うか、それともどの手で行くか。サップ使っても出すカードないんだよね。決めなきゃ。誘拐もちょっと重たいんじゃないかな、多分。多分やけど重いと思う。
きつい。感謝。カエルが来ないとマジきつい。しゃおってくるな、アレクサ君は。どんな秘密が待っとるんだよ。始めるケーキいかがですか。どれぐらい前からやってました？2、30分前。カエルならうちの田んぼで泣いてるよ。来てくれ。お前しかいないんで俺を救えるのは。もはや。分かってんだろう、おめえも。フトゥーンミルどうですか？なんだろう、別にわざわざクトゥーン入れる必要あるかって言ったらねえような。でもハンターとかに対しては良さそうだよね、多分。ドスはね、役に立たなかった。過去に入れたけど271111ってのがもうゴミスタッツすぎて、まあ、ここまで回してこなかったらまあ結構しゃあないと思う。ここまでヨグサロンも入ってんのにヨグサロンも来ねえっていうのはちょっと辛いんだよね。多分もう限界までドロー操作入れてるけど、あとね、強いて言えばザリルだな。ザリルは、正直ね、試したい、俺。ザリルは。次に一番やってみたいのはザリルかな。ザリルからの二打目、ザリルからのドロー戻し、ザリル、ん？ボー、ドロー戻しじゃない。ザリルからの、盤面からの戻し、ザリルからのドロー。ザリルからの、まあ、強いて言えばだけど、隠れ身？隠れ身ザリルさんは、どうかな。ザリルは欲しいんだよね。ちょいとばかし。背中に気をつけて。あとちょっとだから、多分ね、いらねえさ、ゴミ砕いていけば多分作れると思うな。砕けるゴミがまだいるから、アザミチャはね、どうすんの？俺、アザミチャって、まあ、いいカード引きゃいいけどさ、例えば、何3枚引いたら困る？何？ナイフの雨3枚引いたらどうすんの？そしたらもうじじっちゃうんだけど。カード邪魔だし、ドローするし、みたいな。まあ、プレップ3枚とかね、来たら面白いけど。うわ、めっちゃ段取れるな、みたいな。ゴミ入れじゃ砕こう。無理です。そうだよね。アダミちゃん重いよね。俺もそう思うな。あー、こういうのってこのターンで倒さなきゃダメなのかな。行くわよ。で、コイン使って議員。コイン使って議員希望。まあ絶対やってこねえよな。主人公ならバニッシュ3枚引ける。
一番欲しいのはなんだろうね。集合ライズだな、やっぱり。集合ライズ3枚来たら面白いわ、一番。まあ、あと、もうどうでもいいから、ガバガバ行こう、みたいな。はっ！ヨグサロン引いてる、ジャック・ジャックさん。超高派か。買うのか売るのか。どの手で行くか。俺も議員以外認めねえ。ああ、そいつも認めよう。そいつも OK。さあ、行くぜ、次のターン。もう、行くしかねえよ。俺のカードもねえから、もう行くしかない。もう行くしかないわ、次のターン。いや、ズー相手に、まあ、4ターン目でボード綺麗。まあまあまあ悪くない。で、このカエルからあとドカドカドローできれば、何なんだ？おめえ何者だ？ズーじゃねえのか。なんかこいつって頭だけなんかおかしくなんか頭だけなんか浮いてる気がすんな。体から首の根元から。この手なら決めなきゃ。いや、今のドローにするべきか悩んだんだよな。どうせドローとかそういう系で勝てるんだったらもう無理やりでもカエル引いた方がいいとかね。今のは結構難しい選択が迫られると思うな。今のは結構ね。
出てけ。うわっ、死んだ。さあ主人公パワー見せてくれよ。はん、さあどうする。この手なら決めなきゃ。終わったよ。手札が多すぎ。ここは多分カエルの回収を優先しなきゃいけないと思うな。ドレイクは我が盾はアルガスのためにあんまり脅威ではないから。でも買えるもんないでしょ俺。ある？あと何枚？あと1枚ぐらいある？あと2枚か。もうヨグサロン行くか？多分ヨグサロンだね。どうする？ヨグサロン早い？早いか。早いね。早いな。まだ、まだ早いな。早いな。カードが尽きる。炎に急熱くなってきたぞ。
さか。この手なら飲み込め。たま、今勝ってた？ちょっと待って、今勝ってたでしょ。何やってんの俺。今勝ってたよね。何やってんの。ちょっと待って待って待って、全然ダメじゃん。ブラックウィングのために。あ、まあいいか。あ、もう何やってんの。今勝ってたでしょ、どう見ても。いかんいかん。もうダメだわ。真面目な顔してるだけで全然ダメだわ。足りてたっしょ、多分。言葉も出ねえし、プレイもダメだな。ちなみに、俺が見つけたひどいコメント紹介。見た目地味なくせにコミュ障なのにでかい態度でいかにも話し慣れたみたいな喋り方してクソキモいわっていうあのコメントをさせていただきました。その上にすぐにね、マクシージャパンさんがね、あの俺のことを守ってくれてるけど、やっぱりね、こう久し、多分ね、あのまあ、リアルでね、こう見た目のあの否定っていうのはあるんだけど、あのね、あのインターネット上に関してこの見た目態度に関しての否定っていうのはね、あのなかなかないからね、ちょっとね、おやっていうところがあるね。さあ、頑張ろうか。ぜひ、皆さんもそういうコメントもね、あのやっぱ他人からのフィードバックはとてもね常に大事だと私は思ってますので、ぜひねコメントしてもらえればというふうに思っています。よろしくお願いします。ふぅ、光が守ってくれ。俺これ見てるだけでおもろいから、ありがとう。そういう仲間たちがいるってことは俺よく知ってる。ありがとう。あ、これアグロローグとかっていいの？今の時代は何？アグロローグっていいの？これ誰？これ誰？どの手で行くか。やっぱりヒカキンはクソやな。そんなことねえよ。関係ねえだろ。見た目地味なくせにコミュ障って、見た目地味だからコミュ障なり、そういうことじゃねえんだよ。ブラザー。ヨー、ブラザー。そういうこと言いたいんじゃないんだよ、俺は。ないこいつ。こいつから底なしのポテンシャル感じる？みんなこいつからの底なしのポテンシャル感じる？なあ、どうも。こいつから底なしのポテンシャルみんな感じるか？こいつでかくなるのか？おい、教えてくれ。俺はこいつを倒すべきなのか。まあ1枚使うか、もういいや。わかんねえ、こいつのポテンシャルがわからねえ俺には。アグロローグ強いで。あ、これもしかしてマーロック出てくるやつ。あ、こいつ盤面除去ねえだろ。見切った。もう早い、もう見切り発車。クソファッキンミスプレイしてくる俺も。あ、なんかちょっと普通にランク5付近で渡る。マジな。俺もじゃあアグロローグに転職していい？俺もなんかすごい今ハゲてるように見えんな。見た目地味なのに光が守って、うんたらかんたら。レノじゃねえ、2枚目出たぞ。何これ。クトゥーン、クトゥーン。
コミュ障でハゲでメガネで、偉そうな喋り方してる。今な、何？今マンガンぐらい言った今。マンガン？ハネマンまでいかないかな。あともう一個、もう一個デブが入ればいけるな。あともうちょいだ。応援してくれ俺のこと。お客さん、お一つどうです？ファンネルケーキ。よろしく。よろしくなみんな。あ、さらにそれにさらに早漏が入るのか。そうだね、臭い。臭いかな。臭さもあるかな。辛いね。ご婦人方ご心配せよ。騎兵隊が馳せ参じましたぞ。はい、これ本当にアグロローグってやつなの。噂に聞いてた。俺のゴミレジェのヘイとか半端ないんだよ。ゴミレジェ叩くのやめてくんね。これテンポプランしていい？でもテンポプランするわ。どんな秘密が待つのか。あれ？それは無理。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 これ何があんの。あと、もうなんかいろいろプレイがもうむちゃくちゃすぎて、失敗してることだけは俺も分かってる。ノースレンドへ。あ、いいね。ブランがシールドになってくれたね。今のが噂のブランシールドってやつだね。俺いけると思ったんだけどな。これはいくら何度俺はそれは無理と言われると俺はいけると思う。画面越しに匂いする。マジか。そういう時代が来るんだな。ないこいつ。いや俺こいつサップしていい。俺こいつサップしていいかな。あ、こいつサップするぜ。これで何、俺 あいつ来なかったらこれもうじじるじゃん。コールドライト来なかったら。コールドライトすげえ出しにくいんだけど。あ、次のターンに取っとく。冒険に名乗りを上げるもの。でーん、ブクリン。でもどうせ投げそうだろ。いいだろ、やっても。適当に。あ、ほら、くるくる。やっぱそういう時にはね、俺がちょっとこう、なんか、なんかひよってる時にはこういうカードも来るって。そんな地味な顔してるかな。気にしてるんだけど。地味かな。そんな地味じゃないだろう。どう見ても地味じゃねえよ。お客さん、お一つどうです？ファンネルケーキ。
手札が多すぎるわ。ご婦人方、ご心配無用。騎兵隊が馳せ参じましたぞ。今日のスコア語るときに俺アシスト1なの。アシスト1 今日俺アシスト1な。対策を知らなかった。回復しなきゃよかったね。バリーラ VS ガルシ、テンションが全然上がらない背中に気をつけてテンションが全然上がらない。金曜日だからかな。俺の精神の疲弊を感じるな今日。精神だけどな、肉体および精神の疲弊を感じる。ちょランク早く15に上がって、ちょっと今日はもうちょっとあれだな、今日ちょっとサクッと終えよう。挨拶しよう。お付き合い願う。挨拶、ちょっと挨拶しよう。ああ久しぶりに来たわ。来た。海賊ちゃん来たよ。久しぶりだね。これは海賊。クソファッキン海賊ウォリアーだわ。勝てねえ。その時点で俺が言えることは一つ、当てねえ。もうすぐそれ出てくる。そいつ死んでくれよ、早く。一刻も早く死んでくれ、そいつ。ターゲット確認。ほんと勘弁。ほんと勘弁して。ああ、海賊に勝てるわけねえじゃん。もう分かってるよ、俺だって海賊に勝てねえことぐらい。行くわよ。これ殴って意味あんのかな。つれ、海賊は息切れしたらもう終わるよ。息切れさせないのが私なんですよ。ははあ、兄弟じゃねえかよ。お前兄弟だったのか。なんだよ、ちょっとびっくりさせんなよ。まあ、兄弟だったら仲良く行こうぜ。俺そいつ来てくれ。来ねえのか俺に。俺に今ハテナマーク今浮かんでるだろうな。今ハテナマークみたいになってるだろうな。気持ちはわかるぞ、ブロ。もう強すぎだろ、スネカト先輩。スネカトマジでバケモンじゃねえかよ。ほんとどうかしてるぞ、スネカト。ほんとどうかしてるわ。これだけで12点出んじゃねえかよ。バカなのかよ。どの手で行くか。行くわよ。来てくれ。集合の合図が必要なんや、ワイには。来てくれ、集合の合図。一刻も早く来てくれ。集合の合図が必要なんだよ。使え、カエルを投げろ。お前が投げるんだ。お前が投げるんだ。そいつをうちに持って帰りてんだけど、俺そいつのことを。そいつうちに持って帰りて、俺。ちょっと
と持ってかせてくれよ。俺にくれ、そいつくれ。うちの可愛い子も連れて帰りたいんで俺は。あー来ねえ、くっそ来ねえな。なあ、いいや、使っちまう。行くわよ。かないがいの泥同士がスプリント入れるか、いいね。それは妙案だね。それは妙案。はあ、それ出ねえじゃねえか、お前の方。いいのか、それで。こいつの切れ味は味わえ。ハハハハハッ、わっは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 。回復ソース俺今回あんま入れてねえんだけど。ねえねえ、もうおしまいじゃねえかよ。あ、もうじじってんじゃねえかよ。もう 100% のじじりだね。なんでこんな 100% っていうのはあるんだなっていうのを教えてくれるね。どんな秘密が、なんだろう、じじってるね。一言で言うとじじってる。これ出したらもう俺の方燃えるじゃん。草生えるわ。冒険に名乗りを上げる者は、まず欲しくないのをまず選択で、次に欲しいのを選択。よっしゃ、アーマーアップや。なんだこれは。1、2、3、4、5、もういいや。多すぎる。これでもしフェイス叩いてこないようなアマちゃんであるわけないよね。あるわけないよね。よいしょ。久しぶりに海賊当たったわ。ザリル入れる。なんか変化が欲しくなってきたね。まあ最初から海賊の時点でな。まあ海賊が見えた瞬間に、まあ正直なしコンシードしてもいいけどね。勝味マジで終わってるマッチアップね。ナンバーワンじゃないかな多分。ナンバーワンがあれで、ナンバーツーがメイジじゃない多分。背中に気をつけて。パラカスはね、どうせコントロールでしょ。知らねえけど。アグロのパラカスは何とか勝てんだろ。気合で。アダミちゃん押すな。もう俺アダミじゃねえや。ザリルは入れるけど、アダミちゃん入れねえぞ。多分だけど、俺今1400ぐらいあるから、ダストが。その代わり何抜くの？何抜く？この中で。SI 抜く？もう回復これ以上減らせねえよ。SI か？サーフィンレイか？サーフィンレイも別になんかそんな役に立ってるかって言ったらそんな役に立ってねえな。サーフィンレイでいいんじゃねえか、もう入れ替えるんだったら。ここをザリルにすっか。裏切りは何言ってんだよ、お前。裏切りエースだぞ。この中で、マジで裏切り俺を何回も救ってくれてるから。裏切りは捨てらんねえ。あー、エリーズか。エリーズあの人入ったじゃん、あの外人の、あのプロの人。で、みんな、あいつの、あいつのじゃないわ。今の俺じゃねえから。もう一人の僕が今話してた。
あの人の、いやだからこういうこと言うからかな、もう一人の僕とか言うからまた、コミュ障って言われるのかな。あの人がそう言ったんだよね。魚抜けねえよ、絶対に。魚ってあっちか。サーフィン例の話してる。裏切りを裏切るわけにいかない。それ俺が言おうとして面白いですな。じゃそれは必要なんで、裏切りは。裏切りはね、本当に役に立つから、多分、ね、ちょっと見てれば絶対わかる。裏切りは2マナで、2マナで最近2匹除去できるのって、すごい優秀だぞ。絶対これさ、もうコントロール系のさ、もう落としたふりする、ほんと汚えやつの典型的なやり方だと思う、俺。もうね、コントロール系でさ、落ちたと思ってさ、これガンガン出したら、イクオリティ使ってくるやつ、イクオリティコンセクレーションとかしてくるやつは、もう絶対そう。これわかるわ。さすがの俺もね、読める。そういう汚えことするやつ大嫌いだから。俺このゲームでさ、よく俺 BM、BM とかよく言うじゃん。俺一番の BM は遅延だと思うから。遅延以外は正直何してもいいと思うよ。ほんと遅延だけは俺許せねえわ。暗黒ベーグルさんはまあまあ活躍してると思うよ。え、本当にいねえの？しかり。しかり。カード燃えるぞ。しかり。本当にいないのか？ごめんな。お前のこと卑怯者扱いして。本当にいないんじゃしょうがねえよ。やりたい放題やるわ。もし本当にいないんだったら。これ本当にいないの？何これ。これ超ベリー暇なんだけど、これチョベリヒなんだけど、これチョベリヒ。ターゲット多すぎます。これ何、これダメップされてんの？彼女とイチャイチャしてる。まあな、そりゃな、こんな何今日金曜日の夜にね、こんなゲームやってる人いないのかな。もっと私に構いなさいよって言われてるのかな。アンジェルケーキ、アンジェルケーキいかがですか？飲まなければ結果が多すぎます。え、これ本当にいないの？これ何やってんの？これ俺の、え、この人もしかして俺の放送見てる人は？いいよ、俺そんな、俺さ同情で星もらうとかなんかちょっと悲しいな、そういうのやめようぜ。これ同情じゃない、これ同情票もらってんじゃない、俺の配信見てる人は。いいよそういうのは、いいって本当に。まあ、同情してくれるのはありがたいというか、悲しくなるからさ。同情票でしょこれ。飲まなければ。うわ、めっちゃ同情されてる俺。司会くんありがとな。でもこれでランク10、次の下のとこに落ちないで済んだわ。同情か。ごめんな。ありがとう。いやー、同情票でいただきました、ありがとうございます。ちょっとね、そういうのやると俺ハースストーンにバンされるからやめてください。ちょっとわざと負けるのは。こうやってスナイプして、ちょっとわざと負けをちょっと、ご遠慮ください。で、結局どれ外す？エリーズ？バリエラ VS グルダン。エリーズとヨグは勝てない時のワンチャンだから。じゃあ何？マルグル。
これ何これズー、これあれだよね、レノだよね、これレノだよね、みんなこれレノだよね、これレノだよね、レノだって。あ、これ絶対レノじゃねえわ、こうやって煽ってくるやつ絶対レノじゃねえ。もう最高の手が入った時のこれズーだ。もう分かった、最高の手が入ったズーだ、これ答え。まあ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 最高だな、まあほぼ最高。晩御飯かな。クソして戦いこの内虫ども。違う。チャラクサス。やめろその話。その話やめろ。その話やめてくれ。どの手で行くか。あー、俺もドロー進めてんだよな。あさあ、これでいろいろ相手の何横に並べる攻撃にもう対策できなくなったわ。これでもうここぞとばかりやってきそうだな、なんか悪いこと。地獄の炎。このデッキ見るヨグだから、せやで。いや、まあ見るで勝つってヨグで勝つのもいいし、何猿で勝ってもいいし、正直何で勝ってもいいよ。もうもはや勝てりゃいいと思ってるよ。ああ、もういいぞ、これ。終わった？嘘だろ？もうダメじゃん、それ。あんなものが武器だって。おう。暑いね。ちょっとエアコンもうかけなきゃダメだね。暑っ。これで何？横に一気に並べてくるやつが出すのやめてよ、マジで。光が守る。あいつ出すのやめてよ。ほんとあれ来たら、あれ来たらこれじじるじゃん。これもうじじられたくないんだけど。ほら、見てみ？さっき裏切りが刺さるって言ったよね、俺。だから、こういう時なんで裏切りがね、こう、しっかりこう、いい仕事をするわけよ。これ裏切りだった。合ってるよね。で、これポコパンでしょ？ポッポ。ね、悪くないっしょ？ふん、ターゲット確認。ちなみに、シェーマンにも効くから、このムーブは。みんな大嫌いな。あのシェーマンに対しても。やるのか、売るのか。ソフトトーンと遊んでるお前は。このリンゴを頭に乗せてくれ。うん。
段取りが来ると思ったんだけどな。我が手はあるだろ。俺の希望と、俺の希望的観測の段取り来ないんだよね。とにかく次のターンは生き残れそうだろう。とりあえず、ああわかんねえな、これ死にうるな。我が盾はアルガスのために。お、ナイストレイド。 That's all I need. That's all I need. ハンネルケーキ、ハンネルケーキいかがですか。あ、もう次のターンヨグサローンだ。次のターンヨグサローン、もうサローン次第。もうサローンにかける。結構もうスペル使ったし、俺もう今んとこもうサローンが来ること待ってるぜ。サローン、いいサローン見させてくれ。ジャラクサスは来ません。ジャラクサスが来るって思ってるやからが多いね。ジャラクサスは来ません、安心してください。あれ、裏切りは絶対刺さるから。あー、もう行く。あー、もう行く行く行く、いいだこれ完全に。行く行く、いい。あ、あ、これどこ叩くべき。あーと、Hold on, h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 old onホールドオン。まだワンターン生き残れるんだけど、これどうする。どうもブロブロ、これ行くべき、回復するべき。あ、もう行くだろ、もう疲れたし俺。あ、これどれの殴る。お前この辺殴っとくか。行け。剣山、決めなきゃ。ああ耐える気1枚でも。
なぜ呼んだ。俺を呼び出した野郎はどいつだ。あいつもジャラクサス多分入ってるぞ、多分。あいつもジャラクサス入ってたわ。結果。結果として分かったけど、あいつジャラクサスあったわ。あいつのジャラクサスも。バリーラ VS ゲロス。勝利。海賊はやめてよ。ほんと、海賊やめて。それクトゥーンにしよう。クトゥーン。クトゥクトゥしていこう。みんなで。クトゥクトゥしていこう。頼むぜ、クトゥーン。厳しいなあ。帰りて、もう帰りたくなってきた。ランク落ちるぞこれ。これは何、コントロール、クソファッキンコントロール。次の代でアコペ出てくるのかな。アコペ出てきたらもうクソファッキンコントロールだわ。それは俺が勝てる相手なんだけど。俺今日アシスト2回してるわ。ねえ、クスーンか。クスーンね。もういらねえだろこれ。海賊よりマシやで、せやな。同意。疲れたら昨日のブラザーの観戦。ここで俺がもう一個考えついたテクニカルプレイな。テクニカルプレイ、ここでこれで叩くじゃん。でその後あ、今そのカードは使えない。今そのカードは使えないわ。しくじったわね。死角からの一撃使えなかった説これが俺の新たなフェイント。これ新たなフェイントとして取れてるから。俺死角からの人差しが使う順番逆だったーの巻。そうそう、この後に、そうする、こういうフェイクを入れることによって、こいつが、グールを出してくるんだよ。はい、俺の読み通り。はい、俺の計算通り。はい、100% 俺の計算通り。乗った。俺の計算にお前はハマった。すべて俺の手のひらの上で転がった。俺はそれがやりたかった。これが俺の今日の必殺技として使いたかったんだよね。見事に乗ったね。予想通りだわ。ターゲットを確認。これがランク16よ。これがランク16の世界。コントじゃねえよ。ストラテジーって言ってくれ。ストラテジーと。そこはカタカナ使ってくれ。カタカナ。ジーコマジストラテジストって言わなきゃ、今のところは。今のは俺のストラテジストぶりをな。ぜひ、感じ取ってほしい、今ので。そうだね、早いね、ちょっとね、種明かしはね。こいつか。これサップリーノする。これサップリーノしちゃうか。でもこれでかいの持ってるんだよね。こいつ明らかにさ、クソファッキンでけえの持ってんじゃん。だからな、クソファッキンでけえの燃やせなかったら勝てねえけど、俺まだカエル一回もやってねえ時点で勝てる可能性超低いんだけど、どうしたらいい。マリガンでコンボパーツ変えちゃう。何コンボパーツって、どの話してる。カエル以外は基本的に外した方がいいぞ。俺
手で行くか。俺ラグナロスとか燃やさなきゃいけない使命があるんだよな。あーいいや、なんとかなるやろ。俺痛いの嫌だし。でコンボパーツはいらねえ。あの B はね、コンボパーツ B は他の代用品があるから、影隠れコンボパーツ C もでも代用できるし、バニッシュでも場合によっちゃ代用できるし、場合によっちゃブランでも代用できるから、あのコンボパーツ A は必須なんだけど、コンボパーツ B は必須ではないというのが、あの私の認識です。クソレジいらないと思うんですけど、はい、いります。見てろ、こいつ絶対これに叩きつけ使ってくるから、叩きつけ使って斧振って倒すから、見とけよ。ほら半端ねえヘイトだろ。あ、違った、そう来たか。あは、これ殴らないパターン、もしかしてお前見誤るなよ。お前殴らないパターンだったらお前死ぬぞ。やっぱ殴ってくるよな。はい、来た。もうこうなったら、もうね、これもやっちゃうよ。どんな秘密が待ってるんだい。ブリン。俺の好きなサウンド。ブリン。はい、クトゥーン。クトゥーン燃えました。ありがとうございました。またまた、ほんとすぐ強がっちゃうんだから、ガロッシュくんは可愛いな。1、2、3。決めなきゃ。あ、違う。全はい、計算間違えました。はい、計算間違えました。ごめんなさい、今たくさんの、自己視聴者の皆さん、ごめんなさい、間違えました。さらに変え出せると思いましたが、私の勘違いでした。このゲーム負けた場合はこの責任は全て、私にあります。大変申し訳ありませんでした。ここに深く、お詫び申し上げます。許してくれ。でも、もういい感じだろ、すでに。もうすでにいい感じだし、勝てんだろ。な。落ち着いていこう。これもストラテジーなんだろ。分かってる奴がいるな。うちにはやっぱりこう、分かってる奴がいる。そういう分かってる奴がいるってのが、本当に心強いね。分かってるね。やっぱ一人だけ分かってる人がいたね、そこ。ここがストラテジーだっていうのが分かれるか分かれられないかっていうのがとても大事なの。行くわよ。頼む、俺を解放してくれ。もう結構疲れてんだけど。もう言い訳するようだけど、俺今むちゃくちゃ疲れてるからな。もう勝たせてくれ。おわ、さっきから燃やすカードが強い。全部こいつ持ってるカード強いから。もうさっきから強がってばっかり。ほんと。そんな強がっちゃダメだよ。気楽に行こうぜ、ブロ。強がるのやめよう。もう、強がるな。もうお前はもう死ぬだけだと。よくやったよ。よくやった。うん。フン、ターゲット確認。カエルが来ねえ。助けてくれ。助けてくれ。どんな秘密が手持ちでしょ。注意をお守りください。まあ、これぐらいはさ、多分なんとかなるっしょ。なんない?なるよね。
これどうやって倒すの？これ倒せなくない？ブランさえ倒したらいいか。この手なら秘宝を持ってるんですか？うわ、よし、始末する。いいなら使っとけ。このチクトゥーンに捧げる。あ、もうヨグやろ。あ、カードドローするんだ。まあやっぱな、ランク16だからな。さーて、ヨグサロンだ。やめた。さらにこれプラジューされちゃうのか、鬱陶しいよね。あー、これなんとか気合でこれ勝てるっしょ。あ、殴り勝ちできるっしょ。この手なら薬を飲む。ポッコパン、ポッコパン。カードは7枚対1枚。これ出して俺のカード燃えると損しそうな予感がするときは出さない。どうせなんかもう待ちきれなかった、うんちゃらかんちゃら、ドーンだよこれ。違った、勘違いでした。相手の装甲を吹っ飛ばすか。大丈夫、もうこれぐらい装甲軽く飛ぶから落ち着いていこう。よーい、よーい、よーい。あー、これ使おうか。ビューンだ。はい、ミヨーン。バイバーイ。終わったよ。16から落ちそうで落ちねえな。まあ、クトゥクトゥしてるやつには勝てるね。相手のクトゥリ具合が半端じゃないな。なんかザリルやりたくなってきちゃった。あと200だよ、あと200。なんかいらねえの砕こうぜ。グランドトーナメントが次に消えるんだよね。順番的に次に消えるのってグラトーだよね。
だからグラトーの中でゴミあるでしょ。何がゴミ？グラトー勝つもう使わねえだろこいつっていう。これと決闘の地使うデッキってある？ちょっとちょうどいいわ、今日たくさんいるから教えて。決闘の地ってさ、使うとこある？誰か教えて。決闘の地の使い道これないだろ。これの使い道があるかどうか教えて。ゴミレジは消さん。どう？決闘の地、ちょっとトイレ行ってくる。このラグがある間にちょっと、案出しておいて、ちょっとトイレ行ってきます。ちょっと案をくれ、俺に。どこかのプロが使ってるの見たらレノパラだと見ないこともない。あー、レノパラで1枚入れるか。ゾスパラで入ってるの見た。そもそもパラカス自体がヨグでしか見ない。ズーに強い、今のところほとんどない。ミルハウスはそもそも俺多分持ってねえ。金ゴミレジまであと1800でしょ。そうだね、ゴールデンはもうね全部砕いてる。決闘のうち1枚は砕いてもよさそう。なるほど、1枚砕こうか、とりあえず。これ2枚入ってるといけないでしょ。次混乱はどう？混乱ミスチャレ？ミスチャレはなんか俺思い出があるだろう。どう？混乱これとかいるか？なんで俺こんなカード持ってんのか分かんねえけど、どうこれ？エピック検索。はい。どう？これいらなくない？土蜘蛛。これは消せねえ。どう？これ混乱。これ何に使うの？いや、でも待てよ。プリはな、でも次の時になんかこれとのシナジーのあるのが来るかな？次の。決闘よりは使われてる。マジ？そうなんだ。シェーマンは？シェーマン精霊崩壊は必要でしょ？ドレッドスティード、あ、馬デッキな。1枚はいらない。あー、なるほど。これが2枚入るデッキなんてないよな。これ1枚砕いていい？あ、ローグのエピック装備もいらなさそうだよな。これいらないよね。独自込みの刃とか、これ使い道あんのか、これ。ああ、そうだね。いらないの結構あると思うんだよな。あ、これは大道芸の呪文具、これ壊していいよね。TGT 外みたいな、そういうこと？すべてのカードですか？ワイルドは全部打った。ワイルドはすべて。司会者と大道芸。大道芸にいらない。司会者、俺も司会者絶対いらないよな。司会者がゴミだよね。大道芸にもいらないよね。大道芸に砕くわ。俺あいつなんか見るだけで腹立つわ、こいつ。こいついらねえわ。司会者もいらねえだろ。まあ、いいや。とりあえず、お金できたから、お！司会者はボイスがいい。知らねえよ。聞いてねえ、なこと。
さあ、ザリザリしちゃおっかな。でもザリル入れるとさ、ザリル入れると、ザリル入れるとシャドキャス入れたくなっちゃうんだよね。ザリル入れるとさ、シャドキャスが欲しくなるんだよな。正直。司会者使ったことねえもん俺司会者。 あいつだってアリーナでもゴミだから、俺あいつピック絶対ピックしねえから、ああいうゴミ。あ、違う違う違う、これ俺がやったらそうだ、クトゥーン、ミルクトゥーンローグだこれ。ミルクトゥローグ、暗黒ツービーとナットペイグルは、入ってます。これ俺の作ったミルクトゥーンローグ、このベクロワができたからっていうね、それだけでやったんだけど、まあまあまあ普通そんなに悪くないことは分かった。あ、前のやつできるけど、でもあれミルローグじゃないでしょ、あれアグロローグでしょ。俺やりたいのはミルローグだからな。なんかエリーズがみんな、なんかみんな嫌いだよね、エリーズ。エリーズ嫌いだから、まあ、エリーズ嫌われてるから入れるか、ここに。じゃあ、リル。エリーズ3号のスタッツ悪くないと思うんだけどな。サーフィンでマルグルトンいるか？ローグのデッキは全部見る、全部見るだよ今あるのは。名前つけてねえけど。レノの話何回もするけど、ローグで絶対レノは入れねえわ。なんかレノはね、違うと思う。多分。それか俺が使いこなせる自信がね。暗黒追尾とナットペイグルか。そうだよね。マルちゃんいらないよね。マルちゃんがいらないと思うんだよね。火力で土雲欲しい。土雲欲しいよな。その気持ちはよくわかるんだよな。ダークアイアンスカルか。可愛いからシャドキャス入れよう。シャドキャスもありだし。さあ、外して、シャドキャス、ねえ、ザリル入ったからシャドキャスのバリューあるよね。土雲か。俺、ここでまたバカなことして負けなくねえんだけどな。土雲入れて負けなくねえんだよな。いや、アザミ茶とか絶対違うからね。6マナとか重すぎじゃねえか。可愛いからシャドキャス入れる？シャドキャスは勝ちを勝ちに、勝ちをね、必ず勝ちをもうさらに厚くするんだよな。燃えた時精神的に来るものがある。ああ、そうなんだよな。まあでも普通に考えたら多分これが答えだと思うわ。ダークアイアンスカルカーが答えだと思う。多分だけど。タズディンゴはね、俺思うけど、多分、なんだろうな。俺戦ってる相手で本当にフェイスだけぶん殴ってぶっ飛ばしてくるやつってほとんどいないから、同じ4マナだったら多分俺スナックウリの方がいいと思うな。本当にフェイスだけしか殴ってこないで、ぶっ飛ばしてくる相手って最近いないじゃん。本当のフェイスハンターみたいな。まあ、強いて言えば、ハンターがそうかもしんねえけど、でもフェイスガチ殴りしてくるところっていないと思うからな。あんまり俺タズディングはいいと思わないんだよね。どうしよっか。スカルカーが良さそうだけど、でも俺はロマンを求めてシャドウキャス。可愛いしな。可愛いっていうコメントもあったし、これにした。はい。決めた。これね、ロマンプレイというか、そうやってコンボに走れば走るほど勝利が遠くなるっていうのは、まあ、経験上間違いないんだけど、まあそれもよしだろ。ちょっともう一回やってみっか。あ、アドベンチャーじゃねえ。
よし。ちなみに今一回ちょろっとやったのが、デッキを読み込ませるためにやりました。今のでデッキを読んだはずなので。行こう！味どれなぁ。じゃあカジュアルやるつもりないよ。違うんだって。ラグがあるからちょっと説明に時間がかかるけど、ハースストーンデッキトラッカーの使い方がこれよく分かってなくて、なんかね、カジュアルでやるとちゃんと読み込んでくれるんだよね。ヴァリーラ VS ゲラッシュ。さあ行こうか。勝利しかだ。背中に気をつけて。さあこれで来るかな、海賊くん。まあ、海賊くん来たらどうせ勝てねえから、カエル引きに行こう。まあ、どうせ勝てねえから、そしたら。あ、来た、コンボパーツ AB。3マナ12、12いらん、あいつゴミ。俺いろいろやってきて分かったけど、さあこれ全部揃ってんだけど、3ターン目これ出して、これでしょ。で、4ターン目これだ。これいけるぞ。例えばアジアサバのデッキ、結局何作ったの？何も作ってません。何にもしてません。もうこれ次の動き決まったわ。3で、段取りして集合ナイズして影隠れして次のターンにブラン。はい、決まり。全部行くわ。全部出し。全部出しします。はい、はい、もう全部出し。はい、はい、もう全部出しだわ。もう全部乗せみたいな感じ、これ。もう今の俺の気分全部乗せ。もう次のターン行くぜ。もう行く。もう行く。もう待ちきれんぞ。俺のセリフだわ。お前らもう待ちきれんぞ。次のターンで燃やすからな。今日はゆっくり寝ながら考えていきます。せやな。そんなこと言ってたやつもいたね。あ、お前そのペースで燃やせると思ってんの？なあ、お付き合い願うわ。お付き合い願うわ。どんな秘密が待っとるかい？手札が多すぎる。あ、ハリソンは燃えてほしくないな。ハリソンはおバカな子だったら使うんだよな。もしおバカな子だったらっていう条件付きだけど。で、絶対ブラン倒すでしょ。ブラン倒してもこいつへの攻撃甘くなるから、ブラン倒してこいつへの動き甘くなったところでシャドウキャスターよ。刺さったな、シャドウキャス。可愛い子ちゃんが刺さるね。は？ブロール？何これ。バッシュ草。バッシュとか草だわ。はっはっはっは。んー、やるやん。これ無視してもいいのかな。こいつ段取ってから、あ、待てよ、こいつも段取って返すか。もうこっからもうひたすら攻めるか。どうする。なんかむちゃくちゃにしてえわ、こいつ。今俺の気持ちはこいつをむちゃくちゃにして。いや、普通に燃やさせていいのか。いや、ここは別に段取らなくていいや。段取らなくていい。段取らなくていい。まあいいやろ。なんか失敗した感じすんな。むちゃくちゃ失敗した感じすんだけど、大丈夫か俺。わあ。素晴らしい。やばいわ。
遊びに付き合う暇はない。影が招いてるよ。バロゲドさんか。ミニオン一体に攻撃力3付与。そういうのもあるんだ。ターゲット確認。身がお…でもこいつどうせ AOE 持ってんだよな。こんなもん使ってもしょうがない気がするんだけどな。結局こうやっていつもカエルを適当にブカ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 投げて来なくなっちまったら、なんか急にテンション激落ちなんだけど、俺のテンション激落ち具合が半端じゃねえんだけど。なんかプレイスタイル変わったな。なんかプレイスタイルが全然違うんだけど、さっきと。なんかミラクルローグっぽい動きが。うん。なんか違うな。なんかピンと来てねえぞ、これ。世界の週末は近い。カエルが来ねえと、急になんかこう。遊びに付き合う暇はない。あれだな。6、9、これ、リーサルこれ。9、10。あ、1点足りねえわ。3、6、9、10。リーサル ?2 ダメージでしょ ?6、9、1オフでしょ合ってるよね。これ1オフだよね。戻せば勝ち?退散?おお。ん?よし。そういうこと?よし、始末。ゴッテ賢いやん。ターゲット確認。何やこれ。違うじゃん、これ。これ違くねえか?これ違うよ、なんか、いろいろと。いいのかな、これで。いいのかい?これでいいのかい?リスナーのランクレジェンド、今の俺分かったから、今俺がリスナーを試したんだよ。まあ嘘だけどな。先に謝るわ、嘘です。なんかな、ちょっと、まあでも、まあ、最初のね、多分最初の、なんだろう、マリガンが神だった。っていうか、最初のね、最初のハンドが強すぎたな。あれはちょっと相手が不憫だね。ハンドが強すぎた。正直。いいミラクルだった。まあ、いいか。まあ、よしとしよっか。よしとしよっか。自然を守らねばならぬ。背中に気をつけて。勝ち筋増えたと考えれば OK。そうだな。正論だな、それは。ああ、カエルさんが来ない。これが普通のスタートだからね。
決して溢れちゃいけないけど、これが普通のスタートだから。終わったよ。さあ、ここからどうするかっていうね。来たか、これはミラクルローグ、いやミルローグ、ミルローグ、うん、まあまあこれだよ、こうなると思ってた。で相手まだ加速していくんだよ。まあ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 、あのここまでの展開はね、あの基本的にはもう読み通りなんで、別にあのビビることはありません。ちなみにここではカエル出せません。さすがの私も、さすがにそこまで私もおバカではありませんので、カエルは出せません。やるよね、そういうことね、そういうことしちゃうよね。これどうすんの。おお神、こいつは絶対倒さなきゃダメでしょ。さすがに俺こいつ放置する根性ねえわ、うん、こいつは放置できねえ。こいつはさすがの、あの私も放置できません。カエルにいて競馬に入れれば道すんだ。そしたらもうゾス入れるわ。そしたらもうゾス入れる。そう、タイさん抜いて、そしたらゾス入れるわ。そういうこと言ってんじゃねえんだよ俺は。アジュアドレイク、ああ面白いの来たな。そいつサップか。そいつはサップだね。はい、コンボパースが来ました。いきまーす。多分ね、こいつ殴ってくる可能性あんのかな。ないね。多分なんか別のスキルでこいつは倒してくるわ。トークンドール強いよな。難しいけど、難しそうだよね。翔くん集中しなさい。そうそう、退散刺さりそうだよね。ちょっとまだ打ちたくないな。あ、殴ってきた。こいつが一番うっちゃうっとうしいのが多分ね、スワイペリーノだと思うんだよね。俺が思うにスワイペリーノとかをジャキジャキってやるのは結構しんどいから、にダメージを与える。おお、ドレイク帰ってもらう。ドレイク帰ってもらおうかな。うん、ドレイク帰ってもらおうか。決めなきゃ。うん、殺せるときに殺すべきかな。いやー、相手にドローしてもらおう。もうこのゲームの勝ちは多分ドローだ。あー、ロアで終わるの計算しとかないと。せやな。いつも動画で見てました。愛してます。多いね。そういう愛の告白があるってのはいいことだね。そうだね、最後もうこう罵ってくる人もいれば、こういい頑張ってくれねっていうコメントもあるね。そういうのがいいね。これ何、これ見ただけじゃ分かんないんだけど、味方のミニオン自体を自分の手札に戻す。おお、
どの手で行くか。ロアで終わるんだよね。手札が多すぎる。カエル来てくれ、マジで。お願いします先生。カエル、お願いします先生。カエル、カエル来ても焼けねえ。いや、カエル来たら焼けるか。辛いよな、辛いよね。これ出すの賭けだよね。これは俺を勝利に導く唯一のなんていうか手のような気もするんだよな。でも出さないとな。あの仕事だろ。ラグナロスはね、そんなに悪くない場合もあるんだよな。条件が揃えばなんだけど、こっちにカエルがあったらサップしたらあいつワンパンで倒せっから。おう、スワイペリーナ、お願いします先生。スワイペリーナ、もう回復。薬を飲むんだ。ビヨーン。ターゲット確認。ラグと土蜘蛛。そうだったね。過去にそういえば土蜘蛛で、俺やられたことあったよね。憔悴しきったことがあったの覚えてるわ、そういえば。ツッチーに。相手のツッチー、マジやべえっつって。そういう時代もあったな、そういえば。あとこれなんかコンボしてきそうじゃん。コンボ。コンボリーナーで終わりじゃないこれ。カエル来い。カエル来い。カエル来い。カエルさん、おなっしゃーす。はい、来ました。行きまーす。おー !Hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on.こっからじじるかな。じじりそうだな。もうドルイドちゃんが一回肯定してたらじじっちゃいそうだね。じじるのもあるな正直。ちょっとじじらないのをなんてお願いします。じじらないようにお願いします。あと横に横に目いっぱい並べるようにお願いします。なんかわけわかんねえスペル使ってちょっと横に広げてくんね。頼む、横に広げて、横に。ウィスプでいいよ、もう最悪。どうしたものか。お願いします先生。うん。カード出さないつもり？よくわかんないけど、何すんの？終わり？That heal. Oh, that heal. But.
Oh. 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 Okay. ああ、ロアのこと考えてこいつ殴るべきだったのかな。まあいいや。手札が多すぎる。あー、ロア引きに行ってるわ。ロア引きに行ってる。ロア引きに行ってる。やめてー。ロア引くのやめてー。やめて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 。ロア引くのやめてくれー。ジジルみんな使ってるでしょ。あ、これジジってんなーみたいな。次のターンヨグが面白いわ。来た、流れとしては次のターンヨグ。お願いします。あ、これウィスプだね。おお、口パクパクしてるわ。これロアコ。ああ、 BM だ。最後 BM で締められた、ちゃんと。なんと素晴らしい。BM ーかよ。だからお前 BM ーじゃねえかよ。はあ、退散来るムーブだったけど、退散さえも持たせてもらえなかったね。